とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー更新ですね。今回30回です。頑張っていきましょう。毒の雲ぐらい入れていきましょうか。で、1回。おお、多い敵が、いや、そうでもないか。いや、ちょっと待って、結構湧くぞ。敵多い。おう。いや、ちょっと出る。おう、ここは多いよ。しかも結構強いやつが、多めに出てくるんで、おう、あ、ここはちょっとポーション使わないときついよ。一回きついきつい。まあいらんかな。2回。次はどんな感じだ。なんか初期に戻った感じ。初期のタワーきつかったからね。それかもしれないっすね。初期タワーぐらいの難しさにちょっと戻っちゃったのか。まあそれはそれでね、たまには面白いと思うんですけどね。毎回だったら結構きついですけど、たまにだったら全然大歓迎。うん、多いよ、本当に多い。よっしゃ、待て、すごいぞ。よし、まだ出るんかい。でも終わりか、これで。まだ、あ、いた。あっちにも結構いるわ。よし、はい、多い。今回のモンスター多いか。なんかそれは勘弁してほしいな。あ、これはもう間違いなく影でしょう。うん、間違いない。危ない。落下物ダメージは受けないように。よし、何やそれ。クリーパーとか結構来る感じか。 OK、 よし、意外と来るね、やっぱりね。終わりかい。意外と多いと思ったら、いや別そうでもなかった。いいけど、ちょっとエンチャントが微妙すぎるな。8はいいけどね。ちょっと、もうちょっと待とう。うん。そうね、8は良かったんですけども、火力スキルが1個もないっていうのかな。火属性が入っててくれればよかったけども、なんかあんまり火力出なさそうなので、このまま剣で進みますね。よし、なんか火力がそこまでこれと変わりはなさそうだな。まあ HP 回復するからね、いいけど、もうちょっとこう高速周回ができるような装備をつけたい。おい、買ったい。まだいる。いるね。で、終わりか。よし。どうだ。よし、終わり。4回クリアです。いやー、取った方が良かったかな。若干なりとも火力は上がったか。
でも微妙だな。まあまあでも取ろう。うん、吸血ついてるんでまあいいでしょう。いいか。うん、とりあえず吸血だけでいきます。んでもっていた、先に取ってこよう。うん、じゃあ開けちゃいましょう。本当はね、安定してクリアしたいなら開けない方がもちろんいいんですけども、いいでしょう。 OK、 ナイス。まだ来るんかい。エンチャンターいないね。しゃ、危ない危ない危ない。よし、うん、やっぱここは敵は多いよ。多いけども大丈夫だ。強力な敵がいないんで全然倒していける。あ、か、そうか、弱体化が入ってるから弱いだけか。押してなかった。まあ敵は多いっていうイメージか今シーズンね。スノーアーマー変えようかな。火力減るけど耐久力あるんでこれでいきましょう。あー、なるほど、影凸もいいね。影凸いいな。でもまあとりあえず雪玉から入れときましょう。でクールダウンはまだ必要ないけども、いや影凸いいな。 OK、いきます。そっちか。 OK、 ここもどうせ多いんでしょ。あ、多い多い。ちょっと待って、エンチャンターいるよ。危ねえ、しくしょうこいつら、ふざけやがって。よし、待って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 。オッケーオッケーオッケー、すごいなここ。オッケー、あ、吸血入ってるから回復数多い多い多い。ここすごいすごいすごい。ああ、こう吸血がついてないときついよ。はいはいはい。あ、わあ、ちょっと影一回使っちゃった。悪く、いや悪いよ。うん、火力はいまいちだ。このまま行きまーす。ちょっと待って、影突しようの方が良さそう。うん、ちょっと魂をしっかり取ってからねやっていきましょう。危ない、弓欲しい。何かいい感じの弓が欲しいところ。そろそろなんか乱射とかそういうの出て、おっと倒せるね。全然まだ倒せる。おーい、嫌なやつおるな。ナイス、オッケー、2体いたでしょ。オッケー、嫌なやついない。あ、いたいたいた。おお、いないかと思った。7回クリア。あ、こぐこぐこぐ。ヘビーも悪くないんだけどね。こぐでいきましょう。いや、さすがにヘビークロスボウを使うほど段数は残ってないか。あれすっごい使うもんね。 OK、 もう出ないか。
で、クールダウンはまだ入れなくても良さそうだもんね。クエトツマックスからスタートしようか。多い、すごいな。影で突っ込むと早そうね。シャープ OK。 影とか入ってるから逆に増えるぐらいか。いや増えはしないか。おーい、すげえ。 OK、 ここで行きたい。まあまあ全然いけない。もういいや、落ちていきます。ちょっと武器火力もちょっと足らんか。そろ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 変えた。おーい、すっげえ食らった。まあまあまあ一斉射撃もらったからね、仕方ない。いやー微妙だ。まあ、一応持っていけ。ソウルね、多く貯めれるし、一応火力もそれなりに出るんで。防具だろ、フロストね。武器変えたいな、そろそろ。ユニーク持ってたんで、あそこでユニークできなかったのがちょっと悔しい。あ、星寄るとかにもできたか。まあいいや、攻略で考えていきましょう。何が来る？はいはい、結構つらいぞ。ちょっとまあ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 、でもまあ防具をね上げたからいいか。よし、倒せる倒せる、余裕余裕。ハーベスター使うときっていうのはちょっともったいないけど、ダメージもそう大したことないんでいけるね。しかし長い、もうちょっと楽に倒せないもんか。もうちょっと楽に倒せないもんかな。 OK、 地味に倒しました。なるほどね。あー、いや、よくない。そうね、やりいいか。変えていけ。エンチャントはね、なんか微妙なんだけども、まあ一応使っとけ。で、影突3、今回ソウル系になるの？最終的にどうだろう。よし、でも敵少ないね。おげい、敵ちょっと少なめ。反対側に結構いないね。ちょっと倒しとこう。まあまあまあ、ぼちぼち減らしたでしょう。雲だから別に減らさなくてもよかったけど、まあいいでしょう。え、終わり？これで終わりか。別にリーフリーフみたいな強いやつもいなかったね。あー、力の弓のオーバーチャージ、強いけども、あ、いや、おお、これ多分相当強いぞ、オーバーチャージすると。うん、いや結構いいダメージ与えれそうだな。ボス用に取る、ボス用に持っていっても面白い。いや、なんか出るな、なんか出るね。うん、ならメイスの、いや、今回取らず行こう。メイスの虚無持っていった方がいいような気もした。うん、でもまあ後々虚無武器がまだ出ることを信じてこのまんま行きます。よっしゃ、
なんか多いぞ。オッケー。多いってできる。おっしゃ。まあまあまあ、スライムだから魂はね、いっぱい出て美味しいけどね。全部ミニにして、あの影突で一気に倒してソウル貯めるっていうやり方もあるかもね、ここはね。よっしゃ、安全に行こう。はい、終わり。お、あー、いや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 、もうユニークは終わった。ユニーク終わったんだよ。でもソーブレードにしようかな。火力はこっちが上だ。あー、でもここだったらば、ここだったらば槍の方が戦いやすかったか。こっからつけばいいもんね。 OK、 まあまあまあ行きましょう。なんかネクロとか出てきそうな気配はあるけど、どうだ、せいやと出ないか。そんなに敵は多くない。あ、いたいたいた一応いるんかい。2体いる、2体いる。あ、でお前もいるんかい。待って待って待って、よし、多いな、結構多い多い。よし、多いわ。 OK、 こんなもん。やっぱ敵は多い、すごい多い。13回終了。あー、きょ、うん、いや、きょ、うん、そうね。地雷、トム武器欲しいじゃ欲しいよね。ああ、なんかボスで使えるからあった方が良さそうなんですけども。よし、あ、あで、フルダウンは入れよう。よっしゃ、フルダウンを入れます。 OK、 あっち側に出る雑魚は十分倒せるでしょう。で、まだこっち側もいるんだ。敵が本当にね、出るよ今回。下はいないね。オッケー、しゃ、すごい数だ。よし、お、あー、いや、ここにも虚無がついてる。いや、これこんだけさ、何度も何度も虚無が出ると、これ使えっていうことなんだろうけど、いや、ガントレットじゃない。で、ここか、ここですか。どうだ、置いとけ。おーい、すごいよ。よし、おー、今の TNT であらかた片付けれたね、上の方は。よっしゃ、待って、いるんかい、お前が。うっそリーチの短さよ。はい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 、まあまあまあ、全然余裕ではあります。まあ乱射しようか。
乱射ね。で、まあ火属性ぐらいでとりあえずは良さそうだな。いきます。あぶね。あ、全然倒せる。余裕余裕。矢も300本以上あるんで、どんどん使っていこう。よっしゃ、いいね。火属性が入ると倒しやすい。危ねえ危ねえ危ねえ、落ちそうだったわ。はい、終わり。あっちにいるわ。はい、いや、いいかな。耐久力これあるけどね。なんか今回クールダウン必要ないか。防具変えていっても良さそうな気はするんですけど、ちょっと火力寄りのやつが出たら変えます。今耐久力なんで、火力に触れそうだったらはこっちに変えていきますね。 OK、 いいね。よし、矢は結構余る。よし、どんどん使っていこう。で、上にはもう出てないだろうし、硬いな。硬い硬い。いや、いいか。いや、そうね。変えろ。ちょっと火力はいまいちだけども、さっきのソーブレードよりはマシでしょう。フルエンチャにして、防具上げちゃいます。何がついた？いらん。食料貯蔵。まあまあまあ、嘘。これ絶対虚無いったじゃん。これ虚無必須です。なるほどね。でもまあ地雷のダメージが3000ちょっと、3000、あ、じゃあ、いや7900か。いや、でも虚無がねえって。虚無がないのは意味ない、ついてないよね。ちょっとこれは時間がかかりそうです。 OK、 まあとりあえず地道に減らしていきますね。よし、おしまい。虚無は必須。虚無がないと時間かかります。多分虚無があればそうね、2ターンぐらいで倒せそうな気がしますね。変えよっか。火力はこっちが上だな。ちょっと火力を上げていきましょう。いや、でもこれぐらいか、今日ぐらいか、これ入るの。痛みはさすがにきついだろうしな。今回敵が多いんで、さすがに痛みはきついよね。 OK、 よっしゃ。 OK、 まあまあまあ、ソウルはどんどん溜まるし使い放題ではあるな。なんかちょっとね、今回の攻略がうまくいってない。あ、ハーベスター変えよう。
意外と、あ、そうかそうか、影突どんどん使っていった方がいいのか。ああ、そうね。影突をどんどん使おう。よっしゃ。おっしゃ。しゃあ。しゃあ。おうおう。なるほど。わかったわかったわかった。ちょっと待って。調子乗るとちょっとダメだ。オッケー。わかった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 。はい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 。影突うまいこと使っていったら早いな。あ！欲しい。あ、でも虚無がない。虚無は絶対いるよね。ボス戦で。でも、いい。虚無を使う。あぶれ。ワンパンじゃなかった。あ、やべ。よし。よし。オッケーオッケーオッケー。ここを。ちょっと後半難しいかも。あぶれ。あぶな。よし。ちょっと影突を頑張っていこう。よし、オッケー。待て待て待て。よっしゃ。ちょっと影突を頑張って貯めましょう。影突でね。オッケーオッケー。ああ、なるほど。ちょっと戦い方ミスってた。うん。でもうちょっとうまく立ち回らないとね。よし。ちょっと装備の性能を生かしきれてない。よっしゃ。来ない。当たらない。多分下は結構ブワッといるだろうから、そこに影突で突っ込みたいね。いや、いないわ。オッケー。さあ、終わり。んで、いいかな。行きましょう。いやー、時間かかってる今回も。前回もね、結構時間かかったんですけども、今回も結構かかるっぽいですね。いや、わかんない。ちゃんとした戦い方をすれば、そうでもないかもしれないですけども。あ、まあそうね、テンペストゴーレムは、ちょっと完全にミスってたんで、あそこしっかり倒すだけで、だいぶ早くはなるよね。オッケー。よっしゃ。よし。まだまだいる？もしや。そうでもないか。まだか。ああ、いた。え、どこいる？いないよ。ああ、こんなところにいるんだ。そりゃわからん。ああ、なるほどね。これだわ。で、いやー、さすがに2周続けて、邪悪なレースはないか。ああ。さすがにないわな。前回はまあまあ出ましたけども、さすがに2周続けてはないよね。
いや結構あるんだわ結構あるあるなんだ。よっしゃ。でもそれが出てきていいようにちょっと装備を整えてみました。よし、終わりか。いやまだいる。結構敵が広範囲にね大量に出てくるんで打ち漏らしが結構出ますね。おお、なるほど、釣り竿もここで出るか。でもねドラなのよ。うん、絶対ドラだったらば、虚無入れて ドラ入れて雷の杖で余裕でボスはワンパンできそうね。うん、うん、パワーだし最後の商人、うん、し強力な武器があれば影でねダメージ与えてもいいし。はいはい、ほんと装備選びが結構悩まされる今回は。よし、 OK、 終わり。これでいやまだ意外といるんだよね。はい、お強いね、強いよこれ、強いぞ。カトラスだ。いやー、ダイナモ爆発もある。いや最後なんかえらいいいのが来るね。来るよ。でもまあとりあえず、うん、近接は火力重視でいきます。もうこれどんなボスが来ても、もう全然余裕で倒せるよ。どんなボスでも来いだよ。 OK、 最後の最後に本当にいいやつが選び放題になったね。あんなとこにいる。よし、まだ来るんかい。でも強い敵はいないんで全然大丈夫。27回。次、ここはいらないね。うん、いらない。でここか。嫌な場所。待って待って、弾消したい。よし、嫌なやつら。弾数は390本と、もうほんと問題ない。いや出るな、出るね。オッケー、旋風衝撃波入ってるんで、まあまあここでそのまま倒しても全然余裕だ。で29回が商人で、で30回ボスという感じですね。ああ、ああ、今回まあ敵は多いけども、そう大したことはないっぽいです。うん、大したことはない。まあ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 ボス次第と言っときましょう。よし、あれ、え、いないぞ。あれ、多分倒してないのはどっかにいる。お前たちか。本当にね、打ち漏らしが多いです今回。
漏らし多いな。おほう、フォークいいね。あ、いや、まあまあいいか、そのまんま行きます。でどうしよう、もう火力特化で雷の杖3万超えるんじゃない？38,000。うんうん、このダメージだったらさすがにワンパン。何が来る？もう弓のエンチャ全然入れてないね。はい、何でしょうか。はいはい、はい、だよね。いやでもね、最後のラスボスがこいつだったらそんなに装備頑張らなくても良さそうね。うん、道中きつくないようなやつを選んでいくと良さそうです。いらない、ダメだな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。